はい、アイランドオクトリーのルカパトでございます。忍びストライカーやっていきましょう。負けるわけにはいかない撃破戦、本日は守りの方でやっていこうと思います。さあやっていきましょう。あの服可愛かったな。今回は土中戦法破壊撃火炎弾の運動の構成でやっていこうと思います。あ、軽銃弾いいね、最高です。波銃弾がね強いっていうのも最近僕がようやく理解できたんでね、軽銃弾も強いということで、おそらくドン、ナイス、推進中、バッサン撃、え、侵害撃、なんだ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 、侵害転生だよな、あれな、あ、いる、つこてるやついるな。ちょっと待ってくれよ、おかしいだろ、 FF かよ、違う、おかしいおかしいおかしい、これ勝てるか、いけるんじゃないか、頑張れば、肉体強化じゃなければ頑張ればなんとかなるぞ。いや、なんとかなるのかわかんねえ。いや、痛い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 、おっ、おそこで究極忍術はダメじゃん、それは違うじゃん、それは違うでしょ。さあ、途中戦行、いやー、なんかあそこやばいことになってる。はあ、ザンケッ、よし、ちょっ、おとなしくなったな。あ、やっべ、俺が落ちちゃったじゃないか。おとなしくなったのか、戦ってる場所が違うから降ってこないのか、どっちなんだ。あの量のあれは絶対おかしいので 100% つこてるんですよ。よし、もちろんそのまま、よし、なんか静かだな、静かですね、意外といけなくはないんじゃねえかレベルの。これでちょっと何が分かるかっていうとさ、いやー、こー、それはちょっと待ってくださいな、お、いた、いた、お前だろ、お前だな、許さん、すいません、ぐわー、服かわいいなって言った主か、想像再生織り交ぜられちゃうとちょっときついな、ね、でもこんだけ打ってさ、そんなにね、もうちょっと早いんですよ、こうなっちゃうと。あー、逃した、いや、いる、侵害転生が弱いんだなーっていうのがちょっと分かっちゃうな。なに、いやー、そこで体力マックスはちょっと待ってくださいよ。あ、斬撃からの通常の痛い、おー、残念でしたね。はっ、はっだよな。逃げよう、いるな、いや、一矢報くよ、目にもの見せてやろうぜ、やっちまえやっちまえ、変わり身ねえぞ。やれ、いや、俺が落ちる、ナイスナイス、これ2つ落ちてなかったらワンチャン相手5でしょ。あ、
さすがに難しいか。侵害転生はそんなね怖くないキュービチャクラモードとかの方がね、もうこうなったらおしまいなあれなので、ということでね、こういうこともございますよと、できればねやめてほしいんですが、もう一試合いきたいと思います。できればというかやめてほしい。はい、やってきました。2戦目ハタトリ合戦でございます。さあ始めるぞ。ハタトリで輝く構成にしてきたのでね、頑張ってやっていこうかなと思います。さあ今度は何事もないように、あんなにメテオが降ってくるような世界でありませんよ。ナイス軽銃ガン、ありがてえ。さあだが突出しすぎてね、相手にやられると自身のねピンチにもなってしまうので、おっと ラリアット痛えな。やっと危ねえ。待って、どうなってんの。あ、そこにあれがあったのか。やられた。もうちょいなんかゲージが3メモリぐらいまでいってたら、味方チーム旗入手ナイス。俺も取り行こうかなと思ってたんですが、言ってくれているらしいなら守ろう。オッケー、ナイス。さあ旗取り行こう。いいね、落とした数もこっちが勝っているので、いや痛い。あ、マジか、2の出すか、ちょっとか。いやマジか。逃げらんねえ。さあくよし、ケース軽銃がナイスだね。オッケー、帰ってきたぜ。さあ128勝は当たっている。オッケー、来た。ナイス、ゲージ2メモリーならいっちゃおうぜ。ナイス、3メモリー。おぶれ、そびか。おっとっと、待って。よし。そうなるか。なら一回回復しちゃって。クールタイム早くなってるんだよね、巻き物で。さあこっちから行けないので、どうしようかな。ミスったな。あれ取ってもらおう。
いやー、取ってもらったわ、よかったものの。一回逃げ。よし。逃げた。なんとか逃げた。あ、エンジンないぞ。破産撃。よし。え？いや、行こう。いい流れですね。ステージからか。よし。さあ一回ちょっと引きまして、攻めが2人守ってくれてるんだな。体力を土中先行で回復させつつ、巻き物は多分取られるね。これで、あー、ちょっと引っかかった。行ってくれればいいんだけど、放置していらっしゃる。よしよし、よし、破産撃。おー、あー、途中先行があんなところで抜けた。ナイスか、エンジン。よし、ゴルー、アザース。オッケーオッケー。まぁ、あ、ちょっとね見ちゃったけれども、勝ちは勝ちということで、よかったなと思います。それでは本日の動画は以上でございます。次回もよろしくお願いいたします。よければチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。ではでは。